よし、行くぞ行くぞ、始まったぞ。今日一戦目、新マップに関してはカッコ行くぜ。でできれば、あ、でもどっちから行こうかな。西ロー、これ西っぽいか。西ね。西だったら、まあ、近くのところ開けてもいいな。とりあえずバルブを私は狙う。で、できればクラウドはちゃんと持っていきたい。まあいいや。先に骨取るか。あ、ちょっと待って、骨二刀流は。待って、背中が見えた。テック決めていく。意外と足腰が強いお母さんだった可能性が。ちょ、待って待って。あ、あと粉こっちだな。粉こっちだ。あ、塞がってる。まずい。スニークアタックしたせいで出遅れてます。あら、来てんな。粉から取ればよかったかも。オッケー、一箇所空いてる。いや、ちょっと初動遅れちゃったね。まずいね。やっぱスニークアタックなんてするもんじゃない。でもつい、背中がそこに。いや、最近活性化もあるからね。まあ、むやみにスニークアタックはしない方がいいんだけどね。やっちゃったね。よし、じゃあ隠れ家行きましょう。ちょっとバルブ、もうちょっと最速でやりたかったけど。まあいい。で、レザーフェイスの隠れ家を開けると、あ、てか待って、もう開拓してますね。みんな見るからもう出てってる。早い。でもとりあえずバルブのルートを確認してから向かおうか。で、家の、家ってか工場の中か。なんか工場家って言っちゃうけど。いいでしょう。で、ここの隙間の罠めっちゃ強いからちょっと警戒して通って。で、バルブ。で、一応ね、この工場から、こっち側に向かっていく。工具保管庫。活性化試してみようかな。活性化。だって、ここにバルブハンドルあるからもらって。で、一応多分こっから見れるんだよね、バルブのタンクの位置って。こっちにはない。で、そこはなさそう。これ3階にバルブがあるパターンかも。工具保管庫でバルブ補充。でも、ここのバルブ確定脇ではなかった。クリムゾンナイト調べによると。あれ、バルブ3階にもないじゃん。見逃してたか、ただただ。はい、ロス。あれ、見えないっけ？ロスってます。なになに？血液バケツに吸われてる判定。てか、もう味方なんか出れそうじゃない？雰囲気。バルブタンクどこよ。でもこっから降りるのちょっと危険かもね。はしごから行った方がいいかもな。ああ、あったね。とりあえず回す。あなた、枯れてるのよ。あなた、枯れてるのよ。見えたかな今、バルブ。でも多分よく見たら見えるはず。で、ここさ、ちょっと待って、キラー来るかちゃんと見て。来るっぽいな。ちょっとここにも投げとく。ここにも投げとく。で、粉取っとく。粉取っとく。ダメか。でもバルブ開いちゃうよ。おい。粉取っとく。ダメージ食らっても関係ない。関係ない。回復する。攻撃されながら。一旦止められたか。骨回収しとこ。ヒューズももらっちゃった。で、一旦クラウドを回収しなきゃいけない。
もう一回バルブで遊びに行こうか。いや、とりあえずヒューズ捨てるか。一応近くにあったからヒューズもなんか一緒にできそうな気はしたけど。まあいいや。さあ、レベル2。で、この粉の回収の回数っていうのが、ここのね、ここに木の板が壊れると思うんですけど、粉が乗ってますよね、ここに。この個数で、その調合台から何個取れるのかがわかる。どっち来る？どっち来る？いや、ヒューズ持ってきてもよかったな。まあいいや。さあ、レベ3。関係ない。そう、やりたい放題。うい。うい。おいしょ。うい。で、ここで回収できると。うい。うい。はい、バルブ解放。オッケー。これ強くない？ってか台座があそこ、あ、だから調合台があそこにあるの強いのよ。待って。ちょ、レザフェ来ないかな？ちょ、一回使ってみたいね。で、これさ、取るときに一回これ使ってからこうしとくと、意外といい。あ、カーバッテリー空いてる？オッケー。シュワー最強。回復して、これ黙ってるだけで回復するから。これでもうレザフェいないから出よう。閉まる閉まる。あ、カーババね。オッケー、出れた。これ強くない？二人いても関係ないし、体力全然減ってないしね。沼すぎる。ナイス。さあ行こう。コニーちゃん今回なし。ちょうどいいバランス。手羽先以外。手羽先はそろそろナーフされてもいいんじゃないかなって思うけどね。今だと25、50、100% の順番で。鍵開け速度速くなるけど、最大75とか50とか、それぐらいまで弱らせてもいいと思うけどね。手羽先は許す。それ以外は許さぬ。確かに、ホックの南京錠に対してはっていう効果で、めちゃくちゃ弱体化でもいいかもな。あ、ビッグがある。釣ったら回復する煙幕ってなんだよ。いかがわしいもの入ってそう。確かにおかしなもの入ってそう。こっち来たか。で、レザフェスターンしないからね、気をつけなければね。 OK、 隠れ家行こう。隠れ家開けて。で、今クラウド持ってないからポンコツです。私は地下には一箇所しか湧かないので、まあ、取りに行ってもいいけど、まあ、でも速攻バルブ一回つけたいかもね。レザフェが地下にいる間に。さあ行こう。やっぱやられてる。リーランドっぽいかな。ボンチャイム鳴らしちゃったが、まあいいでしょう。で、正直ね、ちょっとここの工具保管庫にバルブが湧かなかったら、あと近くでバルブはどこで取れるのかは分かりません。でもここは確定じゃなかった。てか一人いないな。ダニーがバグってない？表示。で、バルブ。いや、バルブ、ないように見えるけどな。今回こそは3階なんじゃないの？今回こそは。今回こそは3階なのでは。
なかったらごめん。あったあっただ。よかった。よし。行こう。で、今回ちょっとクラウドがないので、まあ、最悪窓飛びでもいいな。スタントもあるし。で、骨が、あれ、ここ湧かないんだ、今回。こっちね。じゃあ。2箇所湧くときもあるんだけど。オッケー。オッケーオッケー、バッテリー右開いてる。ナイス。クラウド使えないから一旦飛ぶぞ。パリーン。クラウドないから一旦逃げよう。パリーン。あ、シシーちゃんが。バレちゃうか。まあ、一旦地下行こうか。ここでなんか無駄にチェイスする必要ないから、このマップ。逆にチェイスして二人に囲まれたら死ぬマップなので、落ちる。OK。で、西郎のところに落ちると。一旦もう地下で粉取ろう。落ち着いていこう。クラウド。確かにクラウドって雲以外の、まあ、雲って意味か、あっちのクラウド。IT みたいな。こっちか。よし、もう一回バルブ行こう。次はね、レザフェの一撃食らわないで済むからね。もう鳴らしちゃってバカです。私は。てか、このマップ結構骨山、至るところにあるね。お、やってる誰か。ナイスすぎ。ほら、よっと。ほら、よっと。スニーク一回。スニークもう一回。戻れ戻れ。あ、いたぞ。で、あとこっから出ればいいと。無理、ここの状況。逃げよ。3人いるの無理。